大王わさび農場の空中写真。直射にこうよけの黒い寒冷車が見える。農場家は、西川国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成大王わさび農場のわさび伝大王わさび。農場は、長野県安住野市にあるわさび農場。大王農場、大王わさび園とも呼ばれる。1917年に開場した。 株式会社大王が運営している。北アルプスからの湧き水を利用した、安曇野のわさびでに遊水群の一角にある、日本最大規模のわさび園であり、年間約120万人が訪れる安曇野の随一の観光スポットである。雑草の追い茂る原野を20年の歳月をかけ、完成させた。大王和式地内にある、大王神社に由来し、 この神社は民話に登場する八面大王の胴体が埋葬されているとされる。わさび殿に惹かれる流水は1日12万トンで、水温は年間通して摂氏12度。収穫は年間通して行われる。直射日光に弱いため、4月から9月末まで黒い歓迎車でわさび殿を覆う。また、ここは黒沢明監督の映画、夢のロケ地としても知られる。 売店での名物はわさびソフトクリーム、わさびコロッケ。わさびの栽培品種は、長野23号、新妻、青緑、などがある。大王わさび農場立川と水車小屋以上。売店に売られるわさび会運動園内では珍しい、青肌とんぼが見られる。以上。郵便番号399-8303長野県、安住のしほたか 3640AB 大王。 わさび農場公式サイト歴史 AB 大王わさび農場公式サイトわさび農場運営の2社が株式会社にあずみの中日新聞2021年3月3日ありがとうございます